太陽チャンネル。うわ、めっちゃ雨降ってきた。雨夫婦。雨夫婦。やだ、めっちゃ。めっちゃ雨やば。これ音大丈夫かな？すごい雨の音で何か聞こえないかもわからんけど。ということで、またかって多分言われるな。もうここ最近もう体調不良の動画ばっかり出てて。確かに。もうさっき見たらずっと寝込んでた、みんなが。あ、そう。もう終わったわって思った矢先にとどめだな。そう、太陽インフルエンザ。わ、ぴったり40度やん。マジか、やばいね。大丈夫か太陽、40度だって久しぶりだな、こんな熱出るの。あ、それトンプク。よし、はい、太陽さん、なんとインフルエンザでした。インフルエンザ A 型ってイエイじゃん。となんで出席停止の月曜日から学校に行ってもいいそうです。5日間自宅で安静してください。まだあの2畳目。今太陽ってなんかちっちゃい時からね、高熱出したらなんか異常行動っていうか無遊病みたいな、ちょっとおかしい行動してる。今回インフルエンザなんで高い熱は出ないといいね。ちょっと怖いな、異常行動が。ちょっと監視します。ランちゃん、ランちゃん、太陽兄ちゃんの布団だっちゅうのに、どいて。助けて。ほらほら、どいてどいて、ランちゃん、ランちゃん。冷えピタが、あのちっちゃいの買ってきてあげるわ太陽。あ、取れた取れた取れた。それ自分でつけて、首に首。何？40度偉いわ。ハーゲンダ使ってきて。ハーゲンダ使ってきて。え？ちょっと待って。ちっちゃいのがいいな。首とか、首めっちゃ熱いもん。ちっちゃいのと普通のやつがいいんじゃない。釣りじゃないからね、本当だね。うちは基本的にはリアルを発信してて、でまさかのリアルが毎週のように体調不良。カレンダー式に、まあ、この辺ちょっと出してみようか。10月の第1週目から始まってて、一発目が翼の足の不良。翼が足が痛いって言い始めて病院に行った時がことの始まり。で翌週がランちゃんが遠足の後日に39度からの高熱出したっていう。それが2週目で、3週目が太陽がプール熱じゃないかっていう。あったね。次の4週目、翼がついに発熱したと。で次の週が太陽がジンマシンが。ああ、うん、で今日、今週今週、うん、もうラスボスでしょ、インフルエンザ。もうさすがにないと思うんだけど。もういいよ、なりたくてなってるわけじゃなく、なんていうかネガティブなタイトルがずっと続くっていうのは基本的には本意じゃないからね、不本意だからね。太陽チャンネルとしては不本意なんだけども、逆に言えば体調不良って久しぶりだよな、はい、ランちゃんがだってまず熱を出すことが。ランちゃん健康だからね基本。こんだけなんか連続して体調不良になるの本当珍しいくらいで、でまあ今回でちょっと最後にしようかなっていう、なってほしい、はい、切なる思い。でも熱があるんですかね。いや大丈夫、まだ映っててもおかしくないけど。絶対映っとるやろ急に、うん、でもみんな元気だから今のところ。いやまあまあまあ、うん、まあいった。まあそんな感じでこう立て続けに通常の撮影が全然できなくて、ちょっとしばらくおそらく休むと思います。長尺。次の撮影の予定はあるんだけども、おそらくこの撮影した日から次の通常の動画上がるまでがちょっと期間が空くと思います。ただショート動画おそらくこう小刻みに上がっていくと思うんで、チャンネル自体が停止するわけではないんで、チェックしていただけたらなと思います。あと TikTok とかインスタ、 LINE ブーム、毎日どこか動いてるな。でもな、どこかしら動いてます、うん、動いてますんで、生存確認。全然活動
動停止とかじゃないんですけど、 YouTube のその長尺の部分がちょっとお休みさせていただくかなっていう感じですね。てな感じで、もうこの公開されてる頃には全員復活してると思いますんで、ご心配なさらずに、これからの太陽チャンネル応援よろしくお願いします。最後真っ暗やんけ。バイバイ。バイバイ。次の動画も見て。